動物の友達と VTuber とラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber ナナシのアデリーペンギンが動物に関する情報を発信することで、リスナーに実際に動物園や水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。まあいろいろと物を買おうとしてますよね。旅行の日程もそこそこ決まったんで、まあそれまでにはちょっと装備品、カメラの装備品とかも揃えようかなっていうのもありますし、あとなんか日常生活の中で欲しいものっていろいろあるわけですよ。例えば掃除機、僕昔から使ってるこのあるじゃないですか、コードのあるやつ、ビューって引っ張って黄色のやつ、黄色の後ってさ、コード引っ張って黄色が出た後、その先行ったら赤があるの知ってる？ね、別に出さなくていいんですけど、まあ、そこまで出せるっちゃ出せるんだけど、まずそのケーブルが邪魔じゃないですか、電源ケーブル。だからコードレスの掃除機が欲しい。そしたらどこでも掃除できるじゃんか。だからコードレス掃除機超欲しいなとか思いながら買ってなくてね、まあいつ買おうかなと思ってみたらさ、今ブラックフライデーっていうのいつ定着したか知らないけど、そもそもなんかブラックフライデーって独身の男が寂しく生きてるから、まあ仕方がねえからお前らでも生きてる価値があるんだぞっていうのを知らしめるために作ったあれでしょ、そういうなんか商売のあれでしょ、土曜の牛の日とかと同じような感じでしょ、そういうなんか悲しいやつでしょ。まあ言ってて悲しくなるからいいんですけども、まあそんなやつでちょっと安くなってるじゃんか。だからコードレス掃除機も買っちゃおうかなと思いつつも、あんまり調子乗って名刺いろいろと買ってるとさ、お金なくなっちゃうからあんまり調子乗れないななんて思いつつ、頑張ってます。はい、生きてます、アデリー、とりあえず生きてます。さあ、まあ、僕なんか、ね、進捗進歩のない生き物でございます。動画は編集してますけど、ですけども生き物というものは日々進化してるわけでございます。ということで今日はアリのニュースです。生体鉱物アーマーを持つ昆虫が発見される。アリはかなり組織化された生物であり、社会性の高い昆虫としても知られています。時に大規模な戦争を起こすことで知られているアリですが、新たな研究でハキリアリが自ら生み出した生体鉱物アーマーをまとっていることが発表されていました。昆虫界でミネラルを硬化させたボディーアーマーを装着している生物の例はこれが初めてとのことですと。まあ、ハキリアリっていうと自分で栽培とか農業をしたりとか、軍隊がいたりとかって、かなり社会性のある役割を、まあ、4つ階級が分かれてて、まあ、農家さんだったりとか兵隊さんだったりとかっていろいろなのに分かれてるわけなんですけども、今回この生体鉱物アーマー、まあ、鉱物っていうのは好きなものじゃなくて、なんだろう、岩とかですよ、鉱物アーマーを身につけて、脅威や外敵との戦いに備えてるっていうことがウィスコンシン大学の研究チームによって発表されたというわけですね。で、まあ、そもそもこのハキリアリと抗生物質を生み出す菌の関係性について研究をしてたっていうことなんですけども、まあこのハキリアリっていうのは結構菌を利用するわけなんですよ。例えば今さっき言ってた農業系、まあ、農家のアリさん、農家階級のアリさんたちっていうのは葉っぱを切り取って持ってきて巣の中で、発酵させたり、菌を使って発酵させてキノコを作って、そのキノコを食べたりするっていう、そういう、まあ、農家さんなんですけども、まあ、今回、まあ、そういう菌とかの研究をしてたところ、アリの表面に生体鉱物な結晶で覆われてるっていう発見があったというわけですね。で、まあ、この構造っていうのがいつどのように発生するのか調査するために研究チームはハキリアリを飼育して、見たんですけども、研究者によると赤ちゃんアリにはコーティングが存在しなかったけども、アリが成長するにつれてコーティングが急速に発達し、外骨格を大きく硬化させることが判明したと。で、まあ、その実験的にそのハキリアリっていうのを戦いの環境に置いたところ、その生体鉱物アーマーを持つハキリアリは戦いにおいて怪我が少なく生存率を高めることができましたと。で、逆にアーマーを持たないハキリアリっていうのはこのメタリジウムっていう病原菌に感染しやすいっていうのも分かってるということですね。アリってかなり社会性の強い生き物なので、巣の中にずっといる、まあ東京みたいなもんですね、東京の人間みたいな感じですけども、
あんな感じで巣の中にずっといますので、一回感染症とかそういう病原菌っていうのが蔓延すると全滅する可能性が高いんですよね。だからそういうのから身を守るために、こうやって体をアーマーで、コーティングして守っているのではないかというふうに言われてるんですけども、まあただこれがそういう用途だけではなくて、他にも何か保護を得るような以外の目的があるんじゃないかというふうに研究者の方は見ておりますのと、あとはこのマグネシウムの結晶なんですね。このマグネシウムの結晶によるアーマーを持つ昆虫っていうのがもう他に多く存在すると考えられており、研究を続けることで軽くて強度の強い素材を、まあ、新素材を開発できるっていう可能性があることから、今後有望な研究分野になるんじゃないかというふうに見解を示しましたというわけでございます。まあ要するにこれはかなり投資先としていい研究ですよっていうことなので、皆さん投資をよろしくお願いしますっていうことなんだと思うんですけども、まあ実際それは新しい素材ができるのって素晴らしいことだと思いますけども、まあこれが他にどういう意図でコーティングをされてるのかっていうのを知れるっていうのが、僕はかなり楽しみだなとは思いますので、まあ、この研究の、まあ、その先っていうのも見据えて、まあ、どうなっていくのかなっていうのも見据えて、観察、ウォッチしていきたいなと思いますね。ということでございまして、まあ、人間もかなり学べることがあるんじゃないかなっていう、そんなアリの、生体鉱物アーマーを持つ昆虫アリ発見されるということでございました。